高数の極めて怖い話があって、無事に終わりました。イエーイ。どうしよう、アーカイブ見るっていう方もいらっしゃったから、ネタバレしない方がいいかな。どうしよう。はい、というわけで、まあ配信で見てくださった方もきっといらっしゃいますし、あのアーカイブ、これからアーカイブだよっていう方もいらっしゃると思うので、まあもしあのアーカイブの方がネタバレ全然 OK っすっていう方だったら、もうちょっとあの話の内容は言わないけど、まあこういう役をしたんですっていう話だけしようかな、どうなんだろうと思って。そう、12時の回だけ行きました。ありがとうございます。ちょっとあの私今食べてるのがカニカマバーです。美味しい。マジでちょっとお腹空いた。さすがにやっぱお腹空きました。であとはね、ハーブティーも控えてる。ハーブティーだっけ、あの喉にいいお茶も控えてるんで。そう、いつもと雰囲気違う？メイクしてるからかも。ちゃんとお清めしてから帰ってきた。めっちゃお清めしました。めっちゃお清めしたよ。うん、お守りもちゃんと大事に持って帰ってきました。はい、というわけで、まあ本日はね、浅草歌劇場の方で朗読劇があったんですけど、私浅草行くの2回目で、2回目、うん、でその浅草歌劇場に行くのも初めてだったんですよ。花屋敷にも行ったことないし。でも花屋敷はなんか過去に、て過去っていうか今もうなんかアニメとのコラボが多いじゃないですか。そうで、ああ花屋敷ここなんだ、でもどんなとこなんだろうみたいな。でまず浅草歌劇場どこって思ってめっちゃ迷って、あったあったって思って、ちゃんと集合、まず集合、ちゃんと集合できるかが不安だった。一番それが不安だったんですよ。無事あの劇場にも到着して、そうで、まあ今日そのちょっとフリートークみたいなのでもお話ししたんですけど、もう共演者さんと本当ぶっつけ本番だったんですよ、掛け合いが。もう私それが本当に不安で、もうなんかなんだろう、坊ちゃん劇場そのロングラン公演の時も、もういっぱい爆発を踏ませてもらってやっとリラックスできるようになったから、結構伸び伸びできたっていうのがあって、もう初めての場所、初めての方、初めての朗読劇、初めてのホラーみたいな、もう初めまし手がいっぱいで、もうねガッチガチになっちゃって、そうそう、一度通り過ぎてあれどこなんだろうって思ったら、お間違えて戻る戻る、あこれかみたいな、はあって思いながら、こういうとこかみたいな。そう、今回の共演者さんがもう私以外が本当に全員声優さんで声のプロなんです。もうそんな中みたいな、本当にみたいな、もう怖いよって思って、そうなんかね、し
しかもみんなやっぱりもうやっぱ声のプロなのもあってか本当にやっぱ聞き取りやすいって、もうそんな中で私が甘噛みしたりとか、今の絶対ダメだったなみたいな時もあって思いながら、あって思いながらね、本当にね、なんかもうなんとか乗り越えました。もうずっと手震えてた最初とか。そう、でもなんかもうもう皆さんめっちゃ優しくて、なんかねもうなんかね本当に優しい、もう優しかった、皆様優しくて、だからもう1部とかド緊張すぎたけど、2部はだいぶちょっとリラックスはできましたね、やっぱり。そう、まあ、ちょっとだけお話のネタバレはしてないんですけど、その今回の朗読劇でやらせていただいたのってもうほぼ男性役だったんですよ。でまあなんか最初練習の時とかは頑張ったんだけど、なんか本番になるとやっぱり緊張しちゃって、もう最初ね第一声発した時、ああもう今日ダメかもしれない、あちょっと思ったより声高かったかもしれないって思いながら、そう、いやむずいよって思いながら、なんかそう男の子じゃない男性なんだよなって思いながら、そうむずいよって思いながらね、本当に肩こりすごい、肩こりすごいってやばくない？いやもうやめようやめよう、普通に私肩こりが元からすごいんですけど、そう、いい感じだった、ありがとう、嬉しい、ごめん今ちょっと肩こりの話するのやばいかもしんない、やばいかもしんない、どうしようどうしよう、でも一応できるだけのことはしてきたから、でも今日ねもう第3部が一番私、ああのもうちょっとでタイマー鳴ると思うから、あのあんま気にし、そんな早い？そんなに喋った私、あの今紅茶を、あの紅茶っていうかあのハーブティー入れてて喉に、であの15分くらい蒸すんですけど、もうあと2分になってる、早っ、待って、ちょっと気のせいだと思った、どうしよう、いや大丈夫、みんな私のこと大丈夫だって言って、やめて、本当にやだ、肩こりすごいんだけど、いやでも一応もう自分のできること、あでも10分経ってる、まあだったらそんなもんかだね、本当に今回その男性の役ばかりでめちゃめちゃ嘘やんって思いながら、そう嘘やんって思いながら、でもまあまあ頑張ろうって思いながら、でも本当に皆さんお優しくて、でも個人的にはその第1部の2話が一番苦戦して、もう本当に心が折れそうでした、折れかけてた、正直ちょっと折れて練習はしてみるけど、いやもう分かんないよって思いながら折れてそう、緊張から来た疲れ、多分そうだよね、そう分かんないよって思いながら、もうあの頑張って超有名なホラー映画見たけど、あでも全部は見てないよ、もうさすがに私無理だった、そんな無理無理無理、ホラー映画の体勢ないのに、だからあのもうちょいちょいほんと飛ばし飛ばし、もうトータル1分3分は見たと思うけど、そのちょっと参考にしたいなみたいなところを見て、いやでもなんかしっくりこんかった、もう私が怖い思いしただけやんって思いながら、私はその後もう
その倍ぐらいの時間かけてピューロランドのグリーティング動画見てました。そう、いや無理だった。そんなあのホラー映画を全部見れるほど私ね心強くない。そう本当にホラー映画の体制なさすぎて本当にね心強くないからさ、本当にそれが限界だった。思ったよりタイマーの音ちっちゃかった。はい、でもやっぱちょっと分かんないからちょっとここは力をお借りしようって思ったけどやっぱしっくりこないなって思って、ちょっとそうしただけやって思いながら、そうだからもうずっとね見てて動画を、あいいなって思いながらなぜかすごいたまに心が痛くなった、なんでか知らんけどどういうことって、あの前に、あごめんちょっと今ちょっと画面からは外れてますけど、その前にショールームでなんか見たらすごい心が痛くなるみたいな話したじゃん。そうあれを感じた。やばいちょっとお腹空いちゃったな。いやでもあの夕飯とかちゃんと食べてるから多分ねお風呂とか入ればねいい感じに緩和されると思う。無理、全部は見れないさすがに。そのちょっと参考にしたい役の子がちょっと出てくるところだけ見たみたいな。でもその時もめっちゃ怖くて、こうじゃないと見れんかったマジで本当に。一応ねここの目から覗いてはいるんだけどもうこうだった。そうマジでこうだったよ私的にはでも一部のその1話やった時にああもう今日20点だって思いながら、ああちょっとダメだったな、もっとできたと思うんだけどなって思いながら、まあでも本番緊張してたらそんなもんだよなって思いながら、でもまあ2部に関しては、まあ、2部の1話とかは特に結構やってて楽しかったので、もともと練習の時も結構やってて楽しいなと思ってたからさ、でもやっぱちょっとねもっと意識して掛け合い意識して頑張ろうって思いながら、そうそうやって、まあなんか役になりきれてたかどうかは分からんけど、声はあんまちょっとなんか声を変えたっぽいなみたいなのはできんかったかもしれんけど、まあ頑張れたでしょう頑張ったでしょうみたいな、よく頑張りましたをの反抗をしたいと思います。まあ、でもねそう私 お母さんに無理かもちょっと難しいよって言ったら、まあ最初からうまくいくの人なんていないよって言ったから、もう体当たりしようって思って、最初からうまくいく人いないっていう言葉で結構気持ちが楽になったので、そうそうでも本当に楽しかったです。皆さんありがとうございました。本当に3部きつかったマジで、本当にきつくて怖い話だったんですけど、マジできつくて、いや本当に私怖い話に振り回されるタイプなんですよ。なんかたまに見ちゃうんだけど、なんか動画とかで見るんだったらまだあれなんだけど、人に聞いちゃうと本当に振り回されちゃうんですよ。そうそう本当に、本当にね本当に怖い話に振り回されるタイプで、でも今日はちょっとねえげつなかったやっぱり、でも私がまあ私も怪談2つお話ししたんですけど、1つは割とちょっとほっこりだから、ほっこりじゃないかもだけどそんなに怖いわけじゃないから、そう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 あれはねそこまで怖くないと思う。そう夜寝れますか？意外と寝れそうわかんない、あの逆にあのアドレナリンが出て寝れない可能性があるから、ちょっとそこは勘弁したいなと思うんだけど、ちょっとね早めにちょっと行動してちゃんとお風呂に入りたいんだけどさ、
心配になっちゃう。めっちゃ肩痛い。肩痛い。肩こりすごい。大丈夫。祈祷も行ってお守りもいただいて図工もしましたし、あの長久保先生のカルラ様のものもいただいたので大丈夫です。もうカルラ様って言われるともう私は鬼太郎しか出てこない。もう鬼太郎がその勇気と戦ってて、でも大体勇気強いからもう鬼太郎も取り込まれて、でもカルラ様が助けてくれるんですっていう話を今日2回しました楽屋で。カルラ様のいただいて長久保先生が書かれた、でこれって何なんだろうねみたいなっていう風にあの共演者の方がおっしゃってて、あの楽屋が女性楽屋男性楽屋って分かれてたんですけど、だからそれは多分カルラ様だと思うんですけどって、あの鬼太郎の時のなんか勇気がうんたらかんたらなんたらこんたらつってめっちゃ勇気の話しちゃうみたいな。そう、そうだ、皆様あのグッズの方も購入してくださったんでしょうかね。そう、ブロマイド、あれブロマイドと何でしたっけ、ブロマイドとブロマイドだっけ、ブロマイドだけだったっけもう忘れちゃった、どうだったっけ。恐怖ものやるときってお祓いとかするんですが、いや絶対にしないとダメだと思ってる。やっぱりそういうのって絶対にね、もうね何かあったらね、もう本当に取り返しつかないから絶対にやらないといけないなって思ってる。そう、また朗読劇やってほしい。ありがとうございます、嬉しい。今日はケロちゃんです、うん、後ろ姿だけど、うん、いい温度、まあ、今日はちょっとこのお茶を飲み終わったら配信、まあ、終了いたします。あ、ありがとう。ちょっとここ数日はマジで生活に気をつけます。そう、そう、私自身はね全然心霊現象もないし心霊体験したことないし、そう本当に無縁の感じだったから、でも無縁でもなんかでもどうせ信じてないよとかではなくて、もうやっぱ心霊スポットには絶対行かない方がいいなって思って、そうだからもう全然愛媛の心霊スポットとかって知らないんですよね。でもこういう話一人でしたくない。なんかそう、アーカイブ確かにいつまで見れるんだろう。1週間ぐらいでしたっけ確か。でも今日一番恐怖だったのは喉飴を忘れたことでした。コンビニで買った。でもいつも舐める喉飴じゃなかったからちょっとね心細かった。それが一番の恐怖だったよ。なんで喉飴を忘れてきてんねんって思っちゃって。そうそう。
そう、忘れ物してた。あ、やべ、ちょっとツイッターあれになっちゃった。ちょっと見れない、見れない感じになっちゃってた。いやん、いやん、ちょっと不具合だったわ。そう、本当にこのメールで忘れ物ないかなって書いてる時にはもう、あ、のど飴忘れてたってなってました。だからもうコンビニで買って、まあ最悪のど飴は、その私が欲しいのど飴はちょ割とちょっと気休め、気休めって言ったらあれですけど、気休め程度ののど飴だから、まだちょっと他のでも代用聞くやつだから、もうあの時点でのど飴を忘れてました。でも絶対に必要なものは忘れてなかったから、そう、お守りとか、そう、お守りとか、もちろん台本とか、メイク道具もだし、コンタクト、まあこれがあれば大丈夫だよねみたいな、他なんか持っていくもんあったっけって思って、一番お守り忘れちゃダメって思って、一番忘れちゃダメなものはもう事前に入れ、もうじ、あの前の日の前日の夜に入れてて、えらい、え、自分でびっくりしました。私ほんと当日の朝にならないと準備しないからさ、前日の夜に入れておくってえらいなって思いました。それが当たり前なんでしょうけど、あ、おじさん臭する、おじさん臭っていうのは私のあの習い事のね、プロポリスキャンディーですね。プロポリスキャンディーはちょっと持っていけないですね。あれはね、ちょっと一人になった時じゃないと舐められないから、それはねいいんですけど、そう、私がよく舐めてるのが何だったかな、ちょっと一瞬待ってね、ごめんよ。ただいま。え、そう、本当に私当日の朝にならないと準備しない、もう本当にその癖治んなくて、小学生の頃から、もう中学生の時とかも、当日の朝にならないともう教科を入れ替えないとか、制服もねちゃんと準備せずに塗りっぱみたいな感じだから、もう本当にほぼ毎朝お母さんネクタイがないってやってました。本当にもうそれでもうね、家出るの遅くなるみたいなことばっかでやってました私は。で、あれだね、その私が気休め程度に飲んでるのど、飲んでるじゃない、舐めてるのど飴は、なんだったっけな、あ、これかな、あ、これだこれだ、これはあの、その前にその坊ちゃん劇場っていうとこで舞台をやってた時に、あのなんかいっぱいのど飴があって、その中に入ってたものだったんですけど、陽明酒製造黒文字のど飴っていうのを私はその気休め程度に舐めるやつとして舐めてた。あの生姜蜂蜜と、なんか黒、生姜蜂蜜じゃない、なんか普通に赤いやつ2種類あって、私どっちも好きで、まあどっちかというとちょっと赤いやつの方が好きかなっていうのがあるんですけど、これを結構気休め程度に飲んでる。で、結構ぶ、あの本番終わった後とかは、あのボイスティアのど飴っていう、これはめっちゃいいのど飴なんですけどを舐めて、で大体夜になったら、まあハニージンジャーティー飲むか、でも最近はそのこの喉に紅茶の、紅茶、ハーブティーですね。カフェ、カフェ、カフェインなしの。カフェオイルって言おうとした。カフェオイルって何って思って。そう、陽明酒のど飴好きなんですよ。美味しいし、すごく。そう。私はね、ちょっと、生姜蜂蜜も好きだけど、個人的に赤いのが好きで。でも今持ってるの生姜蜂蜜だけどね。そうそう。だからそういうのを大体、なんか、一部二部で分かれてる時とかは合間の休憩時間に舐めてたり、ちょっと今日喉の調子悪いな、どうしようって思う本番前に舐めたりとか、であまりにも
ちょっと喉の調子悪すぎんっていう日はボイスケアのだめをちょっと贅沢に舐めてましたね。そうそう、あ、そうね、生姜とか黒糖とかが、あとはまあ蜂蜜、まあ、マヌカハニーかながいいって聞きますもんね。そうそう、でも今日その急いで買ったやつ、マヌカハニー入ってるやつだったけどめっちゃ甘くて、本番前に舐めてて、ちょっときついかもって思って途中でギブアップしちゃったんだけど、本番2部終わった後、2部とかめっちゃ喉疲れたから、ああもう舐め、あ、なくなっちゃったみたいな、あんま味気になんなかったなみたいな。そうそうそう、でも今日はねちょっとお風呂に入りながらあのプロポリスキャンディー舐めます。そう、ボイスケアのドアメはめっちゃいい。そのなんだっけな、合唱団かなんかが監修してたのかな、国立音大、音大が監修してたんだけど、でもめっちゃいいんですよボイスケアのドアメ。あれはほんと本番終わったらすぐに、あのなんかすぐに対策するものとして舐めてて、プロポリスキャンディーはなんか後で一人になった時とかちょっと時間が空いてから舐めるものっていう風に分けてます。私もはね結構置いてること多いですね。プロポリスキャンディーは結構な確率で見かけるけど、そうですね、ボイスケアのダーメがちょっとねたまに見当たらない時ある。でもその黒文字のダーメは結構見かけます。そう、手に入りやすい方だと思う。なかなかねちょっと今日コンビニ見に行った時はなかったんだよね。そう、薬局ですね、私は薬局で見かける。そうそう、私の場合はあのそれもあのボイトレの先生に教えていただいたんですけど、その普通に俳優さんも舞台役者さんも使ってらっしゃ、なんか他のメンバーがあのこれもら誰々さんにもらったものなんだ、あ、私もそれ舐めてるよみたいな、やっぱりおすすめなんだねみたいな。そうそうそう、結構その舞台役者さんでも舐めてる方多かった。でもそうボイスケアのダーメもねちょっと割と独特な匂いするんですよ。別に気になりはしないんだけど、あ、ボイスケアのダーメだなっていう独特な香りするんで、舐めてたら気づく。あの本番多分みんな膜間に舐めてるんだろうなって思って、あ、この人ボイスケアのダーメ絶対舐めたなって分かる。そう、そうそうそう、陽明酒 の黒文字のダーメは結構薬局にあるので割と手に入りやすい。ぜひもし気になる方いたらね、私はそういうのを使ってるよっていう。であとでも今飲んでるそのなんだハーブティーが結構良くて、これはあのボイトレの先生にバレンタインでいただいたんですけど、ちょっと それから会えてないからさ、ちょっとお返しができてなくて、そう本当にめちゃめちゃ良くて愛用してます。マヌカハニーより最近これ飲んでるもん。カフェインないしね。ということで今飲み干したんで今日はねここら辺で終わりにしたいと思います。皆様本当に見に来てくださった方、配信で見てくださった方ありがとうございました。まだねアーカイブでこれから見るよっていう方もぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。じゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位キャパさん、12位スーさん、11位ナナタさん、10位ディスクさん、9位ロミツさん、8位マモさん、7位ナツメさん、6位アーティーさん、5位 TKHKG さん、4位ポッチャマさん、3位カラスのカーコさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。また明日って言うときは、明日もし配信できなかったらちょっとごめんなさい。ありがとうございました。またね。
私はこれからちょっとピューロランドのグリーティング動画でも見てきます。またね。